河合玲子は、熊本県民テレビの元アナウンサー。熊本県山草市出身。血液型 B 型、東京学芸大学教育学部卒。大卒後、アナウンサー受験を続けていた。その間、フリーターや派遣社員、野球のスコアラー、コミュニティ FM のパーソナリティ等の職を転々としていた。一時期日本道路交通情報センターの道路。 交通情報のキャスターとして活躍していたこともあった。アナウンサーを志望していた河合は2003年1月東京アナウンスセミナーに入校。2008年に琉球朝日放送のアナウンサー採用試験を受験し合格。丸5年の月日、30歳にして長年の夢だったというアナウンサーの職に就くこととなった。同年、コップに入社2013年3月まで。 同局アナウンサーだった。2013年3月にコップを退社後、約16年ぶりに出身地である熊本県に移り、同年4月に地元民放で日本テレビ系列局の KKT に入社。結婚、出産を機に2015年11月末にて同局を退職。趣味はショッピング、マッサージ、スポーツ観戦。中学から10年間。 陸上競技に取り組み、大学時代はスポーツトレーナーをしていた。ありがとうございます。